指導物語は、九百四十一年十月四日に、公開された日本映画。監督、熊谷久虎、主演、丸山貞を、藤田進、原節子。配給、東票映画。同年記ネマ順報ベストテン第十位。昇戦の老機関士と、帝国陸軍鉄道連隊の若い、機関特用兵との蒸気機関車の運転の指導を、通じた心の交流、また、 機関特業兵らが機関士として人間として成長していく姿を描く。品樹編勃発から数年経つ戦時下当時の制作活動は戦争開戦直前の公開であり、間接的に戦意公用を担っている側面も多分にあるものの、基本はタイトル通りあくまでも指導を通しての鉄道員と軍人との交流を描いた作品であり、 劇中の描写やキネマ旬報の評価などから単なるプロパガンダ映画ではない。本作の第3の主人公として出演しているのが C58 形状機機関車である。これには鉄道省が全面協力しているため描写や撮影は大変凝ったものであり、元国鉄職員の鉄道研究家久保田博士は自らの著作の中でこの作品以上に 上記機関車をよく撮られた映画はないと評価しているほか、この映画の主人公は C58 であるとも述べている。ロケーション撮影は千葉県の各地で行われており、主な舞台は桜駅周辺である。映画冒頭で2台の機関車が並走するシーンは桜駅の先の総武本線と成田線の分岐であり、機関区は横の本線上を電車が走っていることから千葉機関区で、 佐川が指導を受けるために電車に乗るシーンがあることから、所属部隊は津田沼の鉄道第二連隊である。なお、ラストシーンで佐川ら将平が出征する列車は、その桜駅から発車しているが、次のシーンで、関らが発車直後の列車を見送るシーンでは線路に、河川が張られている。当時の化区間は、千葉駅までだったので矛盾するが、 これは撮影上の都合や軍機機密保持のためと考えられる。ソフト化は、キネマクラブから VHS が発売されたのみで、現在まで DVD の発売はない。久保田博士、通億の蒸気機関車グランプリ出版現在は、JR 東日本千葉支社。戦後に発足する日本国有鉄道の前身。ありがとうございます。